はーい、皆さんこんにちは、のっぷです。太閤立志伝やってみましょう。さあ、松永久秀の天下統一への旅がスタートしました。前回は主命をこなしたり、吉岡流に入門したりと、まあ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 、とりあえず教養を身につけようかなというところで、で、悪名もね、できれば松永久秀だから稼ぎたいところですね。さあ、今回も頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、それでやっていきましょう。今回はまず表情でございます。前回の指名どんな感じだったっけ。さあ、どうでしょうか。うわー、平凡か。あ、でもみんなそんなに頑張ってないな。あー、よしよしよし、危ねえ危ねえ。で、今回私が、働きが一番だったんですけども、何ももらえず、まあ、平凡だからね。さあ、で、そうですね、今回は、で、内政やりたいらしいですけども、いや、それはあかん。じゃあ、調略。じゃあ、旗の家、行きましょう。大殿、拙者に意見がございます。今回は調略を行うのがよろしかろうと存じますけど、いかがですか。おお、松永殿、大殿の考えに異を唱えるのは出過ぎたことでございます。うるせえや。もうね、なんか、すごい目、ね、目の敵にしてくるのよ、やだ。で、どうでしょう。よし、通った。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス、通りました。いやー、面白くなさそう。で、さすが松永の素晴らしい考えでございました。本当にありがとう。で、武士勲功50上がってみました。了解。で、主名はじゃあ外交支配河野家。はいはいはい。あ、河野家を従属させてくるんだ。いける。相当河野家も強いと思うけど。はい、受けたまりました。で、荒木村重は三木城の詳細な情報を入手してまいれ。うん、行ってらっしゃい。さあ、頑張りましょう。松永殿の力量には過ぎた使命と拙者には見受けられますが、いや、これは失言でございます。いつかもう撃ってやるからな。私はもう共有松永久秀だと。で、この家、じゃあとりあえず行ってみましょうか。はい。まあ、せっかくね、松永久秀でやってるんで、悪名も稼ぎたいところですよね。で、行書に、はいはいはい。あー、馬帰ってか。まあ、じゃあ買ってやるか。はい。金ね、めっちゃあるんですよ。さあ、で、行きましょう。はい。で、お城に入りまして、そこの者も止まれ。何者か。三好家の松永久秀と申す。上司の河野道にお目にかかりたい。そう、私に手を出せばどうなるか分かるんだろうな、門番よ。河野道信ね。はいはいはい、了解です。ちゃんと覚えておきます。で、どなたでございますかな。お初にお目にかかります。松永久秀と申しまする。こう、名前だけは聞いたことがございます。名前だけ。さあ、で、じゃあ外交。なんと三好家は我らに服従せよと申すのか。まあ、そういうことですよね。はい、お願いします。はい、無の心。ここで無の心出ました。あ、で、通った。わかり申した。では、今日より当家は三好家の支配下に入ることといたします。ナイス。さあ、弁舌の機能を極めました。ということは、はい、弁舌の連達者いただきました。ナイス。さあ、獲得しました。では、これにてお引き取り願おう。うわー、もう、いやー、これはもう、苦渋の決断だよね。まあ、とりあえず、もうイライラしてる河野道信さんにお茶でも振る舞いましょうか。はい。さあ、どうでしょう。さあ、わびさびの心で、かなり喜んでくれた。よかったよかった。で、武家宅には2人か。はいはいはい。河野道直さん。はい。あ、この人、主人公札持ってるんだ。へえ。まあ、とりあえず茶席で、とても喜んでくれた。で、次はこの人、平岡ふさだね。はい。あ、この人は主人公札持ってない。じゃあ、はい。で、よしよしよし、いいよいいよ。ナイス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 。で、そうですね。じゃあ、宇和島城にも行ってみましょうか。はい。で、ここには、誰がいる？あー、誰もいないのかい。で、いるわ。西園寺金広さん、こんにちは。あ、この人は主人公札持ってない。で、技能全然ねえじゃん。じゃあ、行きましょう。はい。茶席、はい、わびさびの心。よし、オッケー。あー、来ました、貧乏浪人。おい、そこの人、たったの一貫でいいことを教えてやろう。どうだ、払うか。まあ、払ってやる。展覧試合でし
ありがとうな。実はよ、この町で今月展覧試合が開かれるのでは、やっぱりね、もう前回のもみのになり編で私は知っている。優勝するとすごいお宝がもらえるんだ。ああ、そうなんだ。優勝してエンディングっていうわけじゃないんだね。はいはいはい。いやー、でもなー、これでは勝てんだろうな。もうみんなめっちゃ強いもんね。まあ、とりあえずやってみます。よし、行きましょう。やってやるわ。さあ、勝負。第1回戦、伊達家の鬼庭義直さん。あー、どうだろう、強いのかな。さあ、行きましょう。さあ、展覧試合。さあ、行きましょう。まあ、1回戦から4回戦までは勝てるとは思うんだけど、問題は5回戦以降。さあ、あーで、やっぱ強っ。待って、連続蹴り、いけ丹羽さん、連続蹴り。さあ、どうでしょう。いや、連続蹴りしかないのが結構きついな。まあ、とりあえずね、回復手段があるからいいけどさ。さあ、で、勝者松永久秀。胸、伊達家の名を汚してしまった。そんなことないって、自分を卑下するな。で、第2回戦、旗の家の荒木、氏綱さん。あーと、私たちと戦争状態にある、あ、旗の家の旗の家を目にかけてお相手捕まつる。まあ、これはさあ、そうでしょう。行きましょう。もう敵対してるんだからね、もう勝たなきゃいかんよ。さあ、で、まあ、とりあえずじゃあ前進むか。はい、おで、こいく。おー、どうだ。いやいやー、松永久秀の攻撃力微妙だな。やっべ、こいけるか。うわ、かわされた。連続切り倒せるかな。いってみましょうか。さあ、受けてみよう、連続切り。連続切り、そこまで強い技じゃないなと思ってたけど、そんなことなかった。強い。まあ、とりあえず2回戦は OK。 うん。さあ、で、勝者松永久秀。無念、旗の強名を汚してしまったバカめ。さあ、第3回戦は足川家の細川藤田か。あ、足川家も敵対してるんだ。そうだそうだ、吉岡龍か。相手にとって不足はございません。いやいやいや、そんなことないです。いやー、細川藤田かも強いもんな。細川藤田かもやってみたいですね。行きましょう。念のためじゃあ鉄壁使っとくか。はい、鉄壁。うわー、変な動きしてる。じゃあ次は合力。はいはい、合力。さあ、で、向こうが大勝。なんだっけ大勝って。なんだなんだなんだ。あーと、私のバフ効果が打ち消された。せっかく2ターンもかけて防御力と、攻撃力を上げたのに。じゃあ、鉄壁。はい、さあ、鉄壁で、キエーどうしたどうした。なんか、あー、なんだ、やばい、なんか封じられてる。大勝で、また魔法かけやがった。これはもうそのまま行くしかねえな。しまい、だいぶ封じられてる。まずいまずいまずい、あぶね。そう、で、混合力、攻撃力を上げるやつだ。これはやばい。はい、さあ、どうだ。いや、勝てーキエー、まずい、このキエはまずい。で、ののしり。あー、食らってる、やばい。痛い痛い痛い、奇声厄介だ、大勝厄介だ、全部厄介だわ。キエー、あ、で、外した、バカめ。うわーっと、まあ、でもくそ、ギリ範囲外だーだあなんということでしょう。まあまあ、次も頑張りましょう。うわー、痛い。いやー、細川藤田が強かったな。いやー、細川藤田がぜひとも、仲間になってほしいな。吉岡市長、
やられたよ。で、日教えてもらいましょう。さあどうでしょうか。細川不死が強かったな。で、とりあえずここはじゃあ鉄壁やっとくか。はいはい、鉄壁で、吉岡先生まっすぐ来た。どこ行くか。おっと、ここ、うわー、あーやばい、強い、みんな強いな。よーし、で、こひーひー、はい、じゃあ連続斬り、いけ当て身なんそれは。うわー、連続斬り、これ当たらんとマジでやばい。よーし、オッケー、捨てたもんじゃねえな。おっしょ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 。さあ、で、技は、かすみか。かすみはね、めちゃめちゃ使える。あー、そういえばじゃあ馬鑑定してもらいましょうか。はい、このお馬さん、はい、じゃあ鑑定お願いします。おお、これは星崎であろう、かなりの一品じゃ。マジで、あー、ほんとだ、価値5だ、素晴らしい。このね、馬があるとね、マップ上の移動速度が上がるっていうね、素晴らしい効果があるんです。で、火抑えましょう。あー、そうだ、今月は技習得したばかりなんだ。そう、1ヶ月に1回なんですよね。さあ、で、今回も表情でございます。行きましょう。で、前回の締めの達成状況は、平凡、マジで従属成功させたのに。うわー、美味しくね、締めだった。で、とりあえず私が一番の働きだったと。まあ、いやー、でも納得いかねえな。で、内政か。でも調略も鍛えないとな。まあ、調略、はい。じゃあ旗の家、なんか前回ね、河野家の支配だったから旗の家全然関係なかったけど、そういうのでいいの。さあ、で、どうでしょう。さあ、今回も調略を行うのがよろしかろうと存じます。だ、もう荒木村重は黙っとけ。さあ、で、どうでしょう。よし、 OK、 通った、ナイス。で、武士勲功上がりましたね。 OK。 で、次は、河野家に赴いて同盟を破棄してこい。どういうこと。じゃあ私の面目丸つぶれじゃん。うわー、マジか、外交破棄。また、じゃあ赤松家に行きましょうか。はい、よし。だって河野家なんでね、破棄しちゃうんだろう。まあいいや。もう、じゃあ締め先行くわ。もう三好長慶さん、わけのわからない人やな。じゃあまず武家宅行って、で、この辺りの人にじゃあ茶席を仕掛ける。はい、さあ、で、お、で、主人公だ。あー、じゃないな、そうだな、じゃあ金貨やるわ。はい、よし、で、よーし、カードゲット、ナイス。あー、で、他の方の主人公札もゲット、ナイス。じゃあ次はこいつ、赤松正秀さんか。はい、じゃあ茶席お願いします。さあ、で、とても喜んでくれた、ナイス。で、お、ちょろー。あー、で、もう一人、あ、平手正秀さんだ。お、こんにちは。じゃあ、お城行きましょう。さあ、で、赤松、春正さん、こんにちは。じゃあ、外交、なんと、三好家は我らに服従せよと申すのが、まあ、そういうことです。はい、お願いします。はい、無の子から、ご冗談を、我らの誇りを流しになさるおつもりでございますか。マジか。赤松家は三好家の従属勧告を断りました。赤松家は三好家に攻め込む名分が立ちました。まず、じゃあこっそり忍び込もう。はいはい、忍び足、そんなの思ってたのか。うわー、ダメか。またお茶でもどうぞ。いやー、これ殿に何て言えばいいんだろう。殿、すいません、なんか赤松家従属断られました。ですね、すいません。たわけが、久々でこれまで何をしておった、もうよい、下がれ。そんなひどいよ。さあ、で、また吉岡先生に秘技を教えてもらおうと思いまして、で、勝ちました。で、剣脚手に入れましたね。ナイス、素晴らしい。で、技教えてください。宣伝か、はいはいはい。
で、わしがそなたに教えられる技はもう何もない。ということは、よってそなたの吉岡流インカを認めるといたそう。ありがとうございます。吉岡流インカいただきました。ナイス。インカ上には名誉とともに責任が伴うゆえ、ここで説明しておこう。まずそなたもわしのように弟子を取ることはできるのだ。弟子はいくらいても損はないぞ。ああ。そなたを持つインカ上の流派ではないものを手合わせで打ち負かせば、弟子入りを求められることがあるぞ。で、高名な剣豪でも他流派なら弟子に取れる。ああ、嘘。多くの者と手合わせして弟子を増やすが良いであろう。はあ。で、稽古をつけることで報酬ももらえるんですね。で、他流派の道場では、道場破りすることで名を広く世に知らしめることができる。ああ、なるほど。はい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 。いやー、いいですね。なんかこう、道場を建てるっていうね、シナリオもいいよね。で、おっと、弟子の成長が嬉しくて、いっぺんに話しすぎたようだな。いい人やな。もう一度説明いたそうか。ああ、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。で、もうすぐ表情ですね。とりあえず、ああ、この件、さっき従属させたばっかなのに、やっぱり同盟破棄してるわ。なんか嫌がらせとかできないかな。あーで、この方は、うん、あー、京極高安さん。うん、どなたか。お初にお目にかかる、三好家の松永久秀と申す。ほう、松永久秀のお初にお目にかかる、足川家の京極高安と申す。こんにちは。カード持ってねえのか。あた、じゃあちょっと仲良くしとこうか。はい、じゃあ金塊あげる。はい。あーで、とても喜んでくれた。ナイス。で、じゃあ、武家宅の方に行って、じゃあ細川藤高さんと仲良くなりましょう。ほう、松永殿ではござらんか。なんかね、敵対してる勢力の割には歓迎してくれる感じ。はい、じゃあ茶席で、かなり喜んでくれた。ナイス。で、あとはんー、じゃあ、おし、な、嫌がらせできない。はい、忍び足。む、大じゃ。よし、オッケー。じゃあ戦力情報は、ほうほうほう。で、そこにいるのは誰じゃ、くせ者か。しまった、見つかってしまったか。まあそうやね。じゃあ一旦お城の方も入ってみましょうか。はい、じゃあこっそり忍び込む。すげえ忍者みてえ。さあ、申し訳ありませんが、足利義藤様は多忙につきお取り次ぎできません。お、何、はて、その顔には見覚えが。お、かの有名な松永久秀殿では。失礼いたしました、お取り次ぎいたします。ああ本当にありがとう。表を指南役になる。絶対ダメでしょ。で、神道流の流派なんだ。はいはいはい。まあじゃあ、一旦茶席しましょう。はい。で、あんま喜んでください。貴殿の盾たちは誠に見事なものである。あ、いや、喜んでくれたんかったのに。で、茶道を手に入れましたね。ナイス。ね、なんか全然喜んでなかった感じだったけど。そんなことなかったんだね。で、ただいま、岩成智光さんの主人公札をもらって、三好三人衆が揃いました。三好長慶が手に入ります。来ました、三好長慶、ナイス、獲得しました。いやー、ありがとうございます。やったぜ。なんだったらじゃあ、私と手合わせして、私の弟子になりませんか。さあ、行きましょう。さあ、弟子に取ったる。さあ、行きましょう。さあ、で、まずはじゃあこう言ってみますか。はい、言うて私もそんなに強くないからな。で、あーと一発、はい、身に残りまして、まあここは連続斬りで、はい、うおー、連続斬り。もう全然悪名を稼げない。むしろね、真っ当なプレーをしちゃってるわ。松永久秀でらしくない。さあ勝利で、で弟子取れないか。まあこれも運なんでしょうね、きっとね。で、今度は細川藤孝さん。あー、こんにちは。うわー、辻斬りかー、やりてー。まあ、とりあえず、じゃあ、贈り物送っときましょう。またね、タイミングがあったら辻斬りしていこう。で、お茶好きそうだからな。じゃあ、高麗茶碗とかどうでしょう。で、とても喜んでくれた。よかったー。で、これは、一戦交えたいと。はい、了解しました。さあ、主人公札をかけて、細川藤孝さん倒していきましょう。行きましょう。で、まずはじゃあ防御力上げて、はい。いやー、でも細川藤孝さんも相当強そうだからな。さあ、混合力、まずい、それはまずい。
で、じゃあここで、じゃあまずは HP 全回復しとくか。はい、さあ手当て、さあで、こうかな。起きた。んーで、まだまだまだ待て。で、霞、いや霞使えないか。武芸のレベルもね、上げないとね。さあで、大勝だー。で、防御力、あー上昇がなくなっちゃった。結構細川藤坂さんくせ者だな。まあ倒したけどね。オッケー、ナイス。さあこれで細川藤坂さんのカードを手に入れたのではないでしょうか。さあどうでしょう。オッケー、ナイス。細川藤坂をプレイできるようになりました。この札集めがね、結構楽しいですよね。うわー辻切りか。いや辻切りで、どっかで悪いことできないかな。ちょっと悪名下がってるよね。一定数の悪名は欲しいところで。あーと酒場の狼、ありがとうございます。お、あーもみのになりだ。オス、ん、誰だ。お初にお目にかかる松永久秀と申します。同席はできませんな。場を変えて飲むと言ったぞ。なんで。あらお客さん、注文のお酒持ってきたのにもったいないわね。ね、で赤井直政。あー、なんでそんな嫌いなの。同席はできませんな。場を変えて飲むと言ったぞ。おかみで、ちょっと待ってください。こちら息子が元服してる。あらあら、いつの間に。お父上ではご覧か。よくいらっしゃった。あー、こう、おそそそ。で、松永久通、まだ主人公札手に入れてないと。ほう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 。じゃあ、とりあえず、茶席設けて、はい。で、これは、誠に感謝に耐えませぬ。あー、カードくれた。ありがとうございます。嬉しいな。じゃあ、久通。お前に、じゃあ、技能指示。待って。手合わせ。で、私の弟子になりなさい。さあ、行きましょう。さあ、鍛えてやるわ。で、そうですね、はい。ちょっと弟子増やしたいなと思ってきたな。さあ、どうでしょう。なんか防御ばっかり。どうした？まさか父を手にかけることはできないと。なんて優しい息子なんだ。まあ、勝ちましたけどね。ごめんな。OK。で、弟子になかなか難しいですね。誰かうちの弟子になってくんねえかな。あー、三好総理か。この人結構ね、武力強いんですよ。じゃあ、茶席、はい。で、茶席の次は、はい、手合わせですね。はい、お願いします。さあ、勝つ。そしてお前を弟子にする。さあ、行きましょう。じゃあ、こう。で、こう。一撃当てれば勝てんじゃねっていう感じはするけど。あー、身に残ったか。ダメだ。じゃあ、はい、連続切り。あ、待て。千年ガール。はい。はい、受けてみよう、千年。さあ、このド派手な技。オーケー。よーし。さあ、で、これで、ね、弟子になりたがらないな。で、洲本ジョーカーの民の不満が爆発してる。なんかさっきからこればっかなんだよな。ちゃんと統治しないとダメじゃないか。さあ行きましょう。で、平凡か。ふう、なかなか難しいな。はい。で、内政か。まあ合戦はやりたくないって言ってたもんな。まあじゃあ調略やる？軍備やる？調略どうでしょう。じゃあ旗の家、はい。もう旗の家滅ぼさねえって思うんですけど、どう？あー、とりあえず通ったか。はいはいはい。よし。で、武士勲功50上がって、で、外交支配か。行ってきましょうか。はい。で、多分、まあ、そんなに、まあ、どうだろうな。成功したとしても、そんなに褒めてもらえねえんだろうな。まあ、とりあえず行きましょう。はい。で、じゃあ、武家宅には筒井純家がいるのか。はい。じゃあ、茶席、はい。で、茶席はできた。で、お次は、あい、筒井純章さんに、じゃあ、茶席。で、ここで、とりあえず、機嫌を良くさせておいて、からの、さ、外交です。なんと、三好家は我らに服従せよと申すのが、はい、無の心、どうだ。
あーで通ったか。とりあえず、今日より当家は三好家の支配下に入ることといたします。まあちょっとだいぶ罰悪そうだったな、ほんとごめん。どっかにいい人いないかなと思ったら、あーと待って、ここにいるのは誰だ。細川藤坂。じゃあ細川藤坂を目標に移動しますか。はい、じゃあお松永殿、ここで会うとは奇遇でござるな。ね、いやもうカードも持ってるしな。ちょっと細川藤坂さんすいません、ちょっと私に切られてやってはくれないですか。な、剣を抜かれとはまさかここまで勝負をなさるおつもりか。まあそういうことになりますね。バカめ、勝てると思ったか。刀を寂にしてくれる。いや、めっちゃいる。なぜだ。やっべー、体力全然回復してねえ。で、松永久秀さんじゃなくてね、細川藤孝さん、また、大勝とかやってくるかもしんないから、ちょっと早めに倒そう。ちょっと、君らは、ちょっと、こっち。まず、近づきつつ、一人ずつ倒す。こういくか。はい。で、キャーあ、封じられた。まずい。合力で、熟練用心棒なんかやっとってやがる。うわ、マジか。この規制めっちゃばい。で、国旗持ってんの。めちゃめちゃ強いじゃん、細川藤坂さん。で、そうはさせぬ。で、こう。来た。よし。で、ここで、はい。じゃあ、宣伝いける？はい、さあ脳死に、食らってる。うわ、切られてる。あー嘘。こういっか。こだ、脳死にだ。で、これはかわした。 OK。 宣伝いけるか。はい、さあそこだ、宣伝。これでとりあえず細川藤坂を倒した。オッケー、よし。では問題はこう。てまずいまずいまずい。こいっか。いやいきり、何？やめてください。ここは、では覚悟を決められよ。人生の苦なら受けたまりますぞ。命乞い。殺すにも値せぬやつ、とっとさっされ。情けねえです。松永久秀は病気になりました。だってさ、だって悪名を稼がないといけないんだもん。まあそんなことないんだけどさ。まあさあ、ということで今回はここまでにしましょうか。はあ、さあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。よぺでした。さよならー。